ありがとう、ありがとう、ありがとう。9年目のアイドル、芹澤ワールド。皆さんこんばんは。 FM924AM1422 ラジオ日本アイリス芹澤優の芹澤ワールド with you が始まりました。ちょっと今自分で9年目のアイドルっていう言葉を口に出してごめんびっくりしちゃいました。いや、すごいことだね。9年目のアイドルなの私。すごいな。でもまあそうだよね、8周年終わって今9年目に突入してるわけなんですよ。皆さん先日はありがとうございました。パチパチ、どうだったんでしょうか。いっぱいみんなからパチパチもらえたんでしょうか。まあ、収録の都合的にね、またちょっとそれのお便りは、まあ、また次か次にね、皆さん送ってくれたやつをそのメール読みながらまたちゃんと振り返りたいなと思うんですけど、はい、無事オンラインライブで8周年をみんなと一緒にお祝いできて本当にありがとうございましたね。え、私もう9年目なんですね。びっくりしちゃうよね。でもなんかその今年はね、本当になかなかそのアイドルとしての自分を感じる時間よりかはやっぱり声優としてね活動してたり、まあそもそもあんまり活動ができなかったりとかいろいろあって、そういう時間が多かったから、すごく本当にこの10月中旬ぐらいからね、このライブまでがすごくなんかアイドルやってるな自分っていうのを感じさせてもらえて、でもやっぱ改めてなんかさっきもうゾッとするとか言ったけど、でも改めてあすごいなって、ありがたいなと感じますね本当に。なんかでも岡田さんな、なんかリハ中にやっぱ6人集まるのがそもそもすごい新鮮で、なんか6人で普通に練習して、でまあ終わった後とかにこうダンスの先生とかと一緒にこうストレッチしながらみんなで話したりしてる時に、なんかやっぱもう本当に8年9年目に入るけどもっと頑張りたいよねみたいな、なんか全員がもっと頑張りたい、もっともっと人気者になりたいって8年やっても変わらずみんなが思って、なんかそういうこうしたいああしたいがこんなに出てくる子たちってあんまないだろうなと思って、あやっぱこの6人だから変わらずメンバーも続けてこれたんだろうなって感じました。でそれでさ、その時になんかね、なんかこうもっと頑張りたいよねみたいな、もっとこう CD も出したいし、なんかライブもこんな状況だけどもっとしたいよねみたいな話をした後にさ、ちょうどその後エンドレスノーツをリハでやって、歌詞が良すぎちゃったのかな、なんかリハ中に図が号泣しだして泣いてるってなって、まあもう歌詞を皆さん聞いていただければ、もう確かにいい歌詞なんですよ。なんかこうまだまだ物語は始まったけど、こうもがいてもっと頑張りたいみたいないい歌詞なんですよ。なんでそんな感じでね、こうなんかでもすごい、あこの6人がなんだかんだなんだかんだいい6人だな、いい距離感だな私たちってすごく思いました。うん、という8周年でした。まあ内容に関してはね、ライブのまた皆さんとメールでいっぱい振り返っていきたいと思います。あ、栗がありました、食べます。栗があったんだ、そうそうそう、栗あったの、ちょっとそう、でも可愛かったんだよ図が、シクシク泣いて可愛いやつだなと思って、年上だけど、はい、今回はカントリーマームくまくり味です。あ、くまモンがついてる、あ、熊本さんの栗なんだって。あ、熊本放送なくなっちゃったけど、いただきます。カントリーマームってチンすると美味しいんだよ、知ってた？うん、ちっちゃいカントリーマームだから一口で食べると美味しい。うん、栗のね味ちゃんとしますよ。うん、これちっちゃサイズがいいね。うん、カントリーマームって不二家なんだね、ペコちゃんの友達だね。ぜひ皆さんでこれを食べて熊本を感じましょう。熊本、はい、美味しかった。ということで今日もあなたを芹澤ワールドにズー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 したいと思います。アイリス芹澤優の芹澤ワールド with you、 ラジオ日本ギフチャンでお送りしています。
それでは今日の1曲目を聴きください。アイリスでエンドレスノーツ。アイリス芹沢優の芹沢ワールドウィズユー。ここでアイリス芹沢優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。ただいまオープンキャンパスは来校型の体験説明会とオンライン説明会を同時開催しています。ぜひあなたもお好きなスタイルで参加してみませんか。次回オープンキャンパスは11月28日土曜日に開催します。各イベントの詳細や最新の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールドウィズユー第385回目の放送もついにエンディングです。はい、ね、ふつおた本当にいっぱい読めました。いや、なんかね、自分の話をしだすとメールが読めないっていうもどかしさあるんだよね。でも自分の話もしたくなっちゃうから、んーっていつも思います。でも読めなかったのもどっかで絶対読みたいのでお楽しみに。それではゆうちゃんからのお知らせです。まずはパチパチのグッズが今も多分販売中ですので、まあそのね、届くのがまあちょっと先になるかもですけど、ぜひ皆さんパチパチのグッズどれも可愛いので、この頼んでください。そしてアニメはとにかく可愛い放送中です。はい、その他の詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページとオフィシャルブログ、そしてツイッターをチェックしてください。この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんの妄想タイム、ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんあのね、テーマは赤面しちゃうエピソードをあのねで教えてね、ゆうちゃんの音楽隊、ゆうちゃんのかまってレ本、こちらはゆうと電話で話してみたいトークテーマと電話番号を忘れずに書いてください。非通知設定も解除しといてください。これに関しては芹沢ワールドツイッターをちゃんとフォローしとくと、だいたいいつ頃電話かかってくるかなんとなくわかりますから、もう忘れずにフォローしてくださいね。はい、さらにお普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります、チェケラ。さらにさらに番組の YouTube もチェケラ。詳しくは番組のホームページを、お魚のフルコースを食べながら覗き込んでね。だってそうなんだよ、最近またさばきブームが来ててね、魚屋さん行っちゃうね、楽しいです。ということで FM924 AM1422 ラジオ日本がお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールドウィズユー、お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、8年間も応援してくれているスタッフさん、ファンの皆さん、あとメンバーみんな、ありがとう。